ミッシーね。ミッシー登ってまいりました。ミッシーごさん、どうぞ、ミッシー、どうぞ。それで、ミッシー。ミッシー、ありがとう、マジで。これ、どうやってやるの？ミッシーだね。ありがとう。連絡しますね。ミッシーありがとう。お客様、お客様、ここから撮影できないです。あ、わかりました。ついに出国できましたね。出国できました。入国できるかな。俺らさ、今からホノルルまず行って、ホノルルで降りて、ほんでもう一回そこからロサンゼルス行って降りて。でメキシコって合計何時間ですか？32時間です。はい。でトランジットまずハワイ行くやん、ホノルル。13時間です。ほんでそれだけじゃなく、まさかのホノルルからロサンゼルスのトランジットは何時間できる？7時間。まあでもあいにく英語っていうもんが話せないんで、うん、まあ、全部エスパニョルで、エスパニョルポルファボールで、うん、それで行きましょう。でもなんでこんな質問に返ってますか？わかんない。マジでわかんないな。とりあえずまた後です。メキシコとか行ったらさ、もう一個一個機材めちゃくちゃ聞かれるらしい。あ、マジやった。とりあえずあのソイハポネスって言ったらいけるらしい。いよいよついに出発ですね。まずハワイのホノルル。どうぞ。ハポもすごいって。僕たちはメキシコに行ってくるんで、見てください、このバックパック背負って。メキシコではこれさすがに脱ぎたいんで、まあ、ホノルルではちゃんと来て楽しんでいます。ではまた後で。機長の林でございます。当機滑走路で離陸を開始いたしましたが、エンジンに一部不具合が発生したため離陸を中断し滑走路を離脱いたしました。そのため一度駐機場に戻ることといたしました。いや、これは一旦あのエンジンのトラブルであの離陸をキャンセルしたそうなんで、引き返します。一旦引き返してます、今。はい、一旦だからあのもう一回降ります、多分僕らも。ただまあ、ご安心ください。ハワイでのトランジットは13時間あるんで、たとえ 3,4 時間これで飛行が遅れたとしても、まだ10時間ぐらいはハワイでトランジットあるから。ゆっくり全然。修復の目処が立たないため、本日の運航はやむなく取りやめることとなりました。この先の詳しいことにつきましては地上係員よりご案内させていただきます。なんとまさかの、一旦引き返しと思ったらまさかの、まさかのあのエンジントラブルで、はい、飛行機が欠便になりました。昨日の夜から、はい、ちゃんと横バスに来て、そうやね、今日の朝9時から空港いるんですよ。はい、今7時半でいよいよ離陸かってなった瞬間に、まあこのバックパック自体正直1年半年ぐらい前から経由して、まあそうやな、そうやったね。1年半年半時から1年ぐらい経由して、この離陸の瞬間、ね、なんか音ちゃうなと思って、そういう風味で上がってたな、まさかのみたいな言い出しちゃって、まあ、の時にフー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 で減っていって、そう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 、えっと思って、その瞬間機長の林さんが、でも1時間ぐらい経ってる。そうだ、大体1時間ぐらい経って、もうだって。とりあえずこの今乗ってる飛行機は欠便。まあ欠便って言われて、まあいいかね。欠便でいました。それもまあ一応俺らポジティブな捉えて、非常に幸先がいいと。これ幸先いいってことや。これ非常に普通はならへんから。まあってことは後でね、また。後で。はい。またお願いします。またまた。はい。あれがあったら。はい。情報います。もう欠便になってるということで、これもらっちゃいました。とりあえず今成田空港にいるんですけど、はい、まあ、その理由っていうのがさ、空港音もんな、今エンジンの不具合で欠便、まずまずな、遅延なんですけど、遅延する時間が23時間、そうギリギリな、
1時間普通どうしようってなってるんですけど、そうやな、明日の明日ホノルルまで行ける便代行してもらえるってなって、まあ、6時半な明日の。でもホノルルからそのメキシコまでの乗り継ぎが間に合わないんで、そこは自分でもう一回チケット取らなあかんっていうパターンで、その費用はもう帰ってこない。結構順調に今日行ってたのにな、飛行機乗るまで。乗ってからこれよ、あの故障から。結構俺ら笑ってたやん、あ、なんやかんやいけんなみたいな。いやほんまにこれやばい、どうしようみたいな。まさかここまで。いやてか CA さんは絶対お金返ってくるって言うの。いや俺は聞いた、俺は2人聞いてる。やんな。で降りて地上乗務員に聞いたら返金は一切受け付けてませんって言われて。だったらさっきも俺らめちゃめちゃイライラしてたもんな。今ちょっとポジティブにいいようにな。こういうこともあるっていうことやもんな。そう、めっ、うん、なかってほしい、ほんまにマジで。まあちょっと、まあ、旅の幸先から意味わからんことになってきてるんですけど、ほんまにそう。まさかの幸先スタートでもう一回な、他の飛行機乗れると思ったら今日はもう終わり。まあ何事もうまくいくわけじゃないもんな。まあそれが旅のつきものというな。いいねんけどさ、今日夕方6時半まで。明日の6時半までまた。てか何してるの。まず夜行バスで昨日か何時集合やった、ナンバー9時半。で9時50分から朝の池袋にまず7時着いて、そっから、まあ、ブラブラして今日朝9時ぐらい、8時か9時ぐらい成田着いてしていこう。何を言うてもな、どうしようもない。結局はもう明日の飛行機とりあえず俺は乗るっていうことはもう決まってるから、ハワイからどうやってメキシコに行くかっていうのを今から考えよう。そうやな、もう乗り継ぎも間に合わんし、絶対一旦それでな、ちょっと考えて、またとりあえずメキシコ。そうやな、また明日のじゃあ会いましょう。